はい、どうもガスモンです。今回はですね、ちょっと最近の話をしたいなと思うんですけど、まあ、まず黒い砂漠の話すると、今はねオークしか勝たんって感じですよね。まあ、オークで時給何百 M 出せるかぐらいの勝負になってるのと、まあ、あとオルンツンクタですかね。まあ、オルンだったら1時間に120個以上カプラス出せばいいんですかはい、まあ、ちょっとあんまり僕は分かりませんけど、オールにやらないんで、まず狩りしないんで、狩りしたらね絶対にね PK 湧いてくるんですよ本当に。まあ、多分うちのギルメンの日頃の行いが悪いかららしいんですけど、はい、 PK が来るんでね、あの月に1回狩りするかどうかなんですけど、僕ってでもね、あのポリモリ行ってもね、茨行ってもね、なぜかね PK してきて勝手に死んで、でその後なんか仲間をね4人ぐらい引き連れてきて、まああの茨の森ですよ。もうすごい無意味なことを延々としてくる。まあ、結構ねすぐ帰ったんで、まあ頭悪くはないかなと、その人たちね、あの普通ね、はい。でまあ最近の話なんですけど、実はですね、11月の半ばぐらいまでは、ちょっと監査、福祉監査ですね、あのその会社もやってて、でそのうちが経営する事業所の、施設長もしてるんですけど、でまあ一個だけ、事業所は一個だけじゃないんで、あともう一個あって、でそっちの方の福祉、僕の方じゃない方の、福祉の監査の方で、まあ、定期的に監査しないと、定期的に監査が入って免許の更新が行われるんですね。その免許の更新が行われないと営業ができないので、その免許の更新のための監査だったんですけど、まあそれで11月半ばまですごく忙しかったんですけど、でちょっと指摘されたことがありまして、で経営陣の方も、一応監査の対象であると。でその、まあ、何かというと、健康診断をしないといけないのに役員だけしてないよねってなって、あー確かに僕行ったことないなーと思ってですね、うん、でまあ僕行ったんですけど、その時に肺がんの可能性があるということで、まあそれで12月の後半まで、まあ25ぐらいまでかな、まあ僕は自分は肺がんなんだと思って、生きた心地がせずに死んでました。まあ、実際には死んでないですよ、もちろんね。で、まあ、それで YouTube のね、YouTube を閉じようと思って、チャンネル登録者数消したりとか、まあ、あと、まあ、いろんな後始末、うん、まあ、自分が死ぬかもしれないからね、後始末をいろいろしてたりとか、まあ、まあ、ほぼ、まあ、鬱じゃないですけど、鬱ではないです。鬱ではないんですけど、まあ、ほぼ鬱みたいな感じでね、もう何もやる気も起きずに、まあ、よく、さ、死ぬって分かってる人が犯罪を起こすとか言うじゃないですかね。寿命がね見えて急にね、寿命が分かるとそんな死だすって言いますけど、まあ、僕は今回感じたのが、本当に死ぬと思ってたんですよ。で肺のがんってことは、肺に腫瘍があるってことは、まあ、十中八九がんなんでと思ってたんですけど、そんなことすらどうでもよかったっていう感じでした。もうゲームもすることもできないし、体がねもうだるくてやる気起きなくて、まあどうせ死ぬんだし、今何かやっても何か自分の身になることとか今後のためになることっていうことはもうするだけ無駄だなという感じでですね、まあそんな感じで全然ゲームもやってなかったので、まあ動画も上げてませんでした。はい、まあそれに YouTube 閉じようと思ってたんでね、チャンネル登録者数のね表示も消してね、まあ生きた証程度に YouTube にチャンネルを残しておこうかなとか思ってたんですけど、はい、でですね、まあ何より悔やまれるのが、僕ペットね今ね爬虫類は20匹ぐらい、まあ、ほぼヘビなんですけど飼ってて、であと20匹ぐらいは小動物ですよね、ネズミとか、まあ、ファンシーラットとかなんですけど、まあその子たちに申し訳ないなっていう気持ちが何より一番だったんですよ。でも結果から言うとですねちょっとそういう
心が落ちていたのは間違いないんで、鬱ではないんですけど、まあそれをまあ親が見かねて、いやもうあの違う検査方法行ってこいと。うちの施設と契約してる病院なんで、健康診断行った。まあそこに電話して他の方法ないかということで、まああの僕山口県住んでるんで、あの山大に検査結果を送って、まあそれで検査することはまだできるよっていうことで。まあ急遽大きい病院に行って、で MRI 取って、その MRI の結果を山口大学に持ってって、まあ何だったのかっていう、その病気が何だったのかっていうのを見てもらったんですけど、結果から言うとがんではなかった。肺に綺麗な丸があったんですけど、 2.5 センチのものがあったんですけど、まあ受注白がんだろうということだったんですけど、がんではなくて血管だったっていうのが分かって、なぜかそこの部分だけ血管が太かった。別に硬化してるとか硬くなってるとか、あの石化してるとか、まあそういうことはなくて、なぜかそこだけその時太かった、心臓の横のね血管が。っていうので、それでがんにね、綺麗な丸のがんに見えてしまったっていうのが、まあその時いろんな病気が見つかったんですけどね、他にね、あのまあ胆石があるとか、あと肺の一部が動いてないとか、機能してないかなとかね、まあいろいろあったんですけど、まあ僕は喘息があるんで、その肺の呼吸器疾患はね、まあ覚悟の上なんで、まあ別にそんなんどうでもいいんですけど、がんが一番怖かったんですよ。肺にがんがあるってことは転移した可能性がありますからね、肺に転移して肺で現れた可能性ってありますからね、はい。まあそれであの最近ずっと動画上げてなかったのは、まあその鬱になってた、鬱ではないけどね、鬱みたいになってたっていうのが原因があって、まあ、なんでこれからね、あのまたゲーム再開していこうかなと思ってるんで、まあゲーム黒い砂漠だったり、まあいろんなちょっと他にやりたいゲームっていうのもいろいろ見つかったんで、この期間にまあそれもやっていこうかなと思います。はい、なんでね、まあ動画上げなくて申し訳ありませんでしたっていうのと、であのパソコンがねちょうどぶっ壊れて、まあ自作パソコンなんで、ハードディスク自分で変えて OS 入れ直して直したんですけど、もちろんデータが全部ぶっ飛んでるんですよね、ゲームのセーブデータ。黒い砂漠ってさ、あのクラウド型というか、あのパソコンの中にはセーブデータ入ってないから、あの復旧できたんですけど、いろんなものっていうのはねセーブデータなくなって、意外にもファクトリオとかはセーブデータ残ってたんですけどね、まあそういうのでまた1からのスタートのゲームもあったりするんで、まあそういうのを撮ってね紹介していけたらなと思います。他にもペットに関してなんですけど、まあもちろんね、前紹介した時ってヘビ何匹だったっけ、7匹だっけ、14匹だっけ、忘れたんですけど、もう今20匹ぐらいいるん で新しい種類のヘビも買ってるんですよ。これ別に紹介するために買ってるんじゃなくて、僕がもともと欲しかったから買ってるんですけど、まあそれも近々上げていけたらなと思います。はい、というわけで、まあ、今日からね動画も上げるんですけど、動画の編集ソフトが今まで、動画を編集するのですごく有名な Windows でもゲームというか、あのパソコンがねシャットダウンしない、くて有名なソフトを使ってたんですけど、もちろんそれが高いので、でそのシリアルコードはもう編集者に渡しちゃってて自分では使えないんで、新しいの買ったんですけど、新しいのがね、アドビのフォトショップエレメンツじゃなかった、アドビのフォトショップエレメンツを新しいのを買ったのは買ったんですけど、アドビのプレミアエレメンツっていう動画編集するソフトの2022年やつ買いました。まあ安かったからっていう、単純にこれは安い、アドビって安いんですよ、動画の編集ソフト。で、他の前使ってたやつって結構高いんです。まあそれでね、買い替えましたという話です。はい、というわけで、まあ今後もねよろしくお願いします。今年もね、やっていきたいんですけど、それめっちゃ関係ないこと言うんですけど、あのタロット占いを始めた、まあこのがんになったのがちょっと原因なんですよ。神頼みするしかねえってなって、日々毎日自分の運勢をタロット占いで占ってたっていうね、やばいでしょ、やばいでしょ、そんぐらい落ちるんですよ、肺がんの可能性あるって言われたら。だってあの肺がんって、まあ、がんの重たさ、転移だったらもう除去したとしても、まあ、そんなに長くはないと言われてるんですけど、普通に肺からがんが初期がんが始まったとしても、
5年間生きる確率が手術した場合 40%、 手術してない場合 20% なんですね。でそれが 0% から5年までの間に上がっていくんですよ。つまり5年間の間で死ぬ確率ってすごく高いらしくて、まあちょっと皆さん健康に気をつけて、本当に僕肺がんって見つかったらすぐアイコスね、2万円のね掃除線でいいやつ買ったんで、で一箱吸ってもう使わなくなったんですけど、もう普通にセブンスターのソフトに戻ってます。はい。じゃあ皆さんも健康に気をつけて今年もよろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価チャンネル登録の方お願いします。それではバイバイ。